はい、皆さんこんにちは、ソウタです。今回はですね、まあ巷で噂というよりももう噂レベルでは済まない、まあブームを巻き起こしている AI イラストなんですけども、まあこれに関しては皆さんご存知の通り賛否両論の意見があると思うんですけども、僕はね AI の技術そのものは悪いと思ってない派で、そして何より中身を知りもせず理解もせずにただ嫌うっていうのが好きじゃなくて、今回はですね実際に AI イラストを作っている人に、僕がお話を伺ってきました。これね多分みんな、まあ、否定してる人も賛成してる人もこれはね、まあ、絶対知ってみたいと思ってたことだと思うんで、今回お話を伺ったのは AI がね描いたイラストをツイッターで投稿しているデオさんという方ですね。この方のね投稿している AI イラスト本当にすごくて、もうイラストのクオリティがね、まあ、そこら辺のアプリでこうただね画像をこう生成しただけの AI イラストとはまるで違うんですね。デオさんがね投稿した AI イラストを、数枚ねお借りしたんですけども、めちゃくちゃ可愛いですよね。もう背景がなんといっても素晴らしく美しくて細かい。しかもアプリで生成しただけの AI イラストと違っておかしいところがほとんどないんですよね。このレベルの AI イラストだったら僕もちょっと惚れてしまいそうですね。ということで今回はねこちらのデオさんに、皆さんがね一応僕を含めみんなが聞きたそうなシンプルな分かりやすい質問を、何個かね投げかけてみましたのでご覧ください。はじめまして、ソウタと申します。突然のご連絡すみません。実は AI さんなどのお話を伺いたくデオさんのイラストを拝見させていただいたところ、とても美しいイラストを制作されていたので私も AI イラストについて理解を深めたくこうしてご連絡させていただきました。よろしければ私の動画にデオさんを紹介させていただくことは可能でしょうか。また少しお話なども聞かせていただけると嬉しいです。はじめまして、ご連絡いただきありがとうございます。紹介していただいて大丈夫です。質問などにもお答えします。紹介していただくにあたって一つだけお願いがあるのですが、 AI 絵師という表現は避けていただきたいです。はい、こちらね、まあ、AI 絵師っていう呼び方はやっぱ AI イラストを作ってる側の人からしてもあんまり好きじゃないのかなっていう意味で、はい、まあ、最後に聞いてみましょう。さあ、ということでこれまでのね皆さんの AI イラストに対する意見とかを僕が大まかに見た感じ、今みんながね知りたそうなクエスチョンをまとめてこんな感じで質問してみました。ありがとうございます。では質問を送らせていただきます。なぜデオさんは AI イラストの方向へ向かったのか、 AI 絵師と世間の抱いている印象の誤解やこれは偏見といったものがあれば教えていただきたいです。これからの AI イラストの可能性、実際の AI イラストの作成においての労力や大変さ、 AI イラストにおける魅力など教えていただきたいです。最後に AI 絵師という呼び方を避ける理由などもお聞かせいただけると助かります。なぜデオさん本人は AI イラストの方向へ向かったのか、もともとイラストが好きで数年前のことですが少し手書きで絵を描いていたことがありました。しかしながら時間の都合でここ数年は絵から離れていました。その中でネットニュースで AI イラストというものを知り試してみようかなと思い、いろいろと試行錯誤して今に至ります。 AI 絵師と世間の抱いている印象の誤解やこれは偏見といったものがあれば教えていただきたいです。世間からの印象の誤解はいろいろあると思いますが、ここでは大きく2つに分けてまとめたいと思います。1つ目は生成の過程についてです。 AI イラストを学習した画像を切り離しているとおっしゃる方がいますが、実際はそんなことはなく砂嵐のようなノイズ画像からノイズを取り除くことで画像を生成しています。詳しく説明すると長くなるので割愛しますが、 AI イラストで使われるモデルのデータ量は 2GB 程度で、この中に数億枚の画像データを格納するのは難しいですからね。詳しくはこちらをご覧くださいとリンクをいただきました。こちらね世界に衝撃を与えた画像生成 AI スタイブルディフュージョンを徹底解説したページになりますね。このページ読んだら本当に AI イラストに対する捉え方が変わりましたね。やっぱ知らないっていうのはダメだなと思いました。いや、僕が今まで見てきた AI イラストっていうのはなんかメイツとかで簡単に画像を AI が AI イラスト化してしまうっていう感じの絵ばっかだったんですけど、まあ、やっぱそこのイメージがこう簡単にできてしまうっていうので AI イラストを毛嫌いしている絵師さんも少なくないと思うんですよね。なので本格的な AI イラストっていうものがどういうものなのかっていうのを理解するという意味でもこれはちょっと見てみてほしいですね。こちらのサイトを概要欄にリンク貼っておきます。2つ目として、現状の AI イラスト界隈で AI 絵師を自称している人はほぼいないというところが世間とのギャップだと思います。 AI イラスト界隈では AI に指示を出すためのプロンプト呪文を組み立てる人という意味で AI 術師を名乗る人が多いです。これからの AI イラストの可能性、 AI イラストは今後も成長していくジャンルだと思います。今でもほぼ毎日新しい技術が出てきて私自身ついていくのが大変なぐらいでして、今後どうなるのかは全然予想がつきません。
ませんが、成長が止まることはしばらくないと思います。実際の AI イラストの作成においての労力や大変さ、これ今回の動画でちょっとみんながね一番知っておかなきゃいけないこと、まあ僕も含めて、やっぱ AI イラストっていうのは簡単に作れてしまうっていうのが結構ねネックなポイントでもあるしメリットでもあると思うんですけども、ここはちょっと聞いておいた方がいいと思います。 AI イラストの作成において実際に絵を描くほどの労力はかかりませんが、最新の情報を追って取り入れたり、プロンプトを組んだり、使用モデル選んだり、モデルをマージしたりと、自分の望んだイラストを出すためには結構手間がかかってしまいます。また出力されたイラストの気になるところを自分で修正するとなると結局時間がかかってしまいます。中には修正作業に 4,5 時間かける術師さんもいらっしゃるぐらいです。 AI イラストにおける魅力、魅力としては誰でも綺麗なイラストが作れるということですかね。それと同時に自分が望むイラストを出すにはプロンプトを研究したりモデルを調節したりする必要があって、その試行錯誤の過程も AI イラストの魅力だと思います。最後に AI 絵師という呼び方を避ける理由などもお聞かせいただけると助かります。先ほども出ましたが、私たち AI 術師が絵を描いているわけではなく、プロンプトによって AI に指示して AI がイラストを生成しているという性質上、絵師という呼称はそぐわないと私は考えているためです。なるほどですね。 AI 絵師っていう言葉が好きではないというよりは、 AI 絵師っていう言葉の意味には自分たちのやっていることは合っていない、ちょっとズレがあるなっていうことなんですね。はい、というわけでシンプルにねまとめてみたんですけども、いかがだったでしょうか。こういうねやっぱ AI イラスト実際に作ってる人の話ってね聞く機会ないと思うんですよね。特にやっぱ AI イラストを今の段階で否定してる人ってほとんどこう中身を知らずに、こうねありきたりなネットにはびこってる情報のみで AI イラストとかっていうのをさ区別してる人だと思うんで、これはね結構大事な内容だったと思いますね。まあ、僕は AI イラストについては賛成でも否定でもない中立派なんですけども、やっぱりねこうやって自分からどんどん話の中身をね聞いていくっていうのはすごい大事だと思いますね。今まで AI イラストにこう抱いていた印象っていうものがね少なからず僕の中で変わった気がしますね。まあもちろんねこの動画を見てやっぱり自分は AI イラストとはちょっと違うかなっていう考えを持った人は全然それでもいいでしょうし、ただねやっぱりいろいろな AI イラストの中にも工夫なりあって、もうこれからねどんどんそういうものはこう浮き彫りになっていくと思うんですけども、ね、一人でもねこう AI イラストに対する理解が深まったり、まあ、考え方が変わったり、あるいはねまあそういう考え方があるんだっていうのを片隅に置いていただく人が増えるだけでもね、この動画作ったからあったんじゃないかなと思います。それでは今日はご協力いただいたデオさんありがとうございました。皆さんもご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼します。